はい、皆さんおはようございます。今日は火曜日です。マンホール、アイリスさん、よく眠れましたか？はい、 はい。でね、こちらがね、また綺麗なマンホール。私たち今からね、道後温泉にね、朝、今7時ちょっと前ぐらいかな、今行ってます。皆さんね、朝散歩されたり、リッツさん温度がちょうどいいですね、すがすがしくて爽やかね、爽やかね。このマンホール素敵ですね。はい、ただいまリラックマの湯のお店の前をね歩いてます。ジロクタルト天ぷら、ジロクタルト天ぷら、わー、一六タルトの天ぷらもあるんですか。あ、ここにね、面白いですね、これ一六タルトの天ぷら、なるほど、もみじまんじゅうの天ぷらに。リッさん、ちょっとあそこのクマちゃんのとこの前ちょっと行ってください。あ、この絵かわいいじゃん。はい、ね、あのこのリラックマのね、湯のすぐ目の前がね、これが道後温泉のね、建物になってますから、行きましょう。はい、皆さん、世界中の皆さん、道後温泉にぜひ本館にお入りにください。最高のお湯でした。ありがとうございました。改装中ですね、まだね、さらに良くなりますよ。ありがとう、アイリちゃん、まったね。え、リちゃん入れてみて。うわ、りちゃん、タルボキ、ご苦労様です。はい、ありがとう。はい、はい、道後館が見えてまいりました。朝のですね、道後本館での温泉、気持ちよかったです。肌がね、ツルツルになりましたよ。はい、それでは我が家道後館に帰ります。
はい、道後館帰ってまいりました。エリーちゃん、時間ないよ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。うわー、すごい。リツさん、今日も素敵な朝食ですね。すごい素敵な器から魚がさわらでございます。あ、さわらね、さわらの味噌漬け、向こうがやせせたあげでございます。はい、こちらもう一度温め直しておいて、あ、この鉄板の上でね。はい、はい、こちらジュースですが、100%の温州みかんですでございます。はい、温州みかん。はい、はい、白味噌の中が白味噌のドレッシングでございます。白味噌ドレッシング。こちらサラダの方にかけて召し上がってください。はい、はい、ではご飯ですか。種類ご飯、おかゆと五穀米3種類でございますけど、どうされますか。五穀米、私はおかゆを、うん、こっちは五穀米でね。はい、はい、お願いします。味噌汁とご飯をお持ちします。はい、よろしくお願いします。りっちゃん、あと朝から元気ね。五穀米を選ぶとは。さあ、これは何でしょう。あったかい。これは何か。巾着、オクラと巾着と小芋と人参で、これは何でしょう。器がね、納豆、これ何でしょう。実はなんか納豆じゃないような、薬味か。ネギと、はい、このね、器がすごく素敵ですね。一つ一つのね。みつさんの写真もね、お願いします。ここへね、説明書きが、今朝の道後館のね、朝食、みかんジュース、愛媛県産温州みかん、高山寺味噌、大葉のり、切り干し大根の和え物、おからごぼう、十八穀まぶし、うちこ豚ハム、煮物、自家製豆腐にだし巻き卵に明太子、地魚味噌漬け、野菜瀬戸揚げ、白ご飯に、姫マグロしぐれ、あさりの味噌汁に漬物と。道後館総料理長の谷本慎介さんですね。はい、素晴らしい。はい、私は朝からお粥を頼みました。そしてですね、アサリのお味噌汁が来ました。まだあるこちらだし巻きの卵でございます。はい、あ、わあ、すごい、わあ、すごいね、これこちらにお聞きします。はい、ありがとう。テーブルに乗らない。すごいたくさんありますね。はい、だし巻き卵もやってまいりました。超豪華版です。ちょっと早いんですけど、はい、こちらですが、サービスのデザートになります。デザート、はい、うわ、テントウムシが。テントウムシ、こちらテントウムシチョコでございます。テントウムシのチョコ、はい、これプリンみたいに見えるんですけど、何ですか。わさもを使った朝チョコゼリーでございます。あー、ゼリー、はい、はい、ありがとうございます。いやー、ご道後館の朝食豪華です。皆さん、ぜひ。お茶の代わりございますので、よかったらお茶の代わりにして。はい、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。はい、りっちゃん素晴らしいね、朝から。もうこれ今日昼ご飯いらないよ。昼ご飯いる。はい、それじゃあ食べましょうかね。お魚に、お魚焼かないといけないですね、この鉄板で。ちょっとね、お魚を乗せて。火が小さくならない。
魚を焼きましょう。これね、お魚を乗せて焼いときましょう。あれ、なんでリッツさんだけ十って言って私は十と言わないんだ。あ、いいよ、いいよ。これをかけて味噌。ドレッシングしっかり食べましょう。うん、アジさん食べてみて。いただきます。アサリの、まずはアサリの味噌汁から実食。アサリがね、立派。あ、立派。大きいよ、アサリ。ちょっと見せてもらおう。アサリの身が、うわー、しっかりとした、プリンプリンして美味しそう。美味しい。はい、いい味ですか。うん、はい、美味しそうですね。道後館のあさりのお味噌汁。はい、皆さんおはようございます。道後館の、ね、朝食をね、私も食べてみます。立派なあさりが入ってます。サラダもね、食べてみましょう。とっても歯ごたえが良くて新鮮で美味しいです。ありがとうございます。うわぁ、すごい、りーちゃん折り鶴がついとる。まあ大サービスだね。うわぁ、スタッフがすごいよね。うわぁ、素晴らしい。結構持って帰られる方。あ、そうですか。そうなんですよ。外国人の方喜ばれるでしょうね。そうですね。あ、素晴らしい。はい、ありがとうございます。はい、皆さん8階に泊まると、このようなですね、ドリンクが、あちらのね、ラウンジ扇というね、喫茶コーナーがあるんですが、こちらでね、リッツさんちょっとメニューを一応持ってきてもらえますか。はい、はい、こちらのですね、メニューがですね、なんとどれを飲んでも、滞在中はサービスということになってます。はい、それではね、リツさん飲んでいただきましょう。うわぁ、そのミルクが綺麗。全部入れるん、すごい。マジで。そんなに、何これ。何でも。はい、道後館のですね、アイスカフェラテをリッツさんミルク全部入れました。いや、かつてこれ全部入れた人いるのでしょうか。入れるでしょう。このね、あの氷の音がいいですね。氷の音。はい、道後館でカフェラテを飲むリッツさんです。美味しいですか。はい、ありがとう。はい、こちらが道後館のね、朝食で出た愛媛みかん、美味しかったです。これ温州みかんっていうのがあるでしょ。これは和歌山がトップです。和歌山が柑橘類って言ったら、今にデコポンだとかいろんなね、日和とか春とか晴れ姫とか、うわぁ、すごい。愛媛がもうトップ、ダントツで。このベニマドンナがブランドです。あ、ブランド、はい、うわぁ、これ1本3240円、これがね、王者だそうです。皆さん絶対、皆さんこれを買ってください、ここへ来たら。うわー、りっちゃんすごいね、これ、うん、うわー、すごい。あ、ブラッドオレンジジュースっていうのもあるんじゃ。ちょっとこれ気になる。はい、
道後館のですね支配人さんが素晴らしいサービスをしてくださったんでたっぷりお土産を買いました。こちらのねブラッドオレンジ梅酒めちゃくちゃねお食事に出て美味しかったんです。そしてね今度はねこの、紫のねオレンジジュースでね1本3600円ぐらいする高級なオレンジジュース、そして旗田の、これがねオンクリタルトというねすごくこれもね昨日食べさせていただいたんですけど美味しかったです。そして、食事に出たみかんの藻塩、はい、これだけ、たっぷり買って道後館を後にします。皆さんもぜひ道後館ご利用くださいませ。お待ちしております。ありがとうございます。おりちゃんおいてん、これはお店に、あ、お店にお客さんにね、はい、りっちゃんからお客さんへのお土産で、ぼっちゃんクッキー、はい、そして家に持って帰る、あ、これは旗田の栗タルト、りっちゃんの家で食べると。これはもうりっちゃん支配人がねもうすごい満面の笑みで私の YouTube 見てくれますよ。はい、ありがとうございました。よし、じゃあ、あ、そうか、はい、ありがとうございます。それでは、広島県呉市の民謡音頭の船唄を、愛媛、道後館で、松の前でさせていただきますのでよろしくお願いします。300年の歴史の松はい、支配人のね、許可を得ておりますのでよろしくお願いします。それではちょっと私は小さめの声で歌いますのでよろしくお願いします。おじいちゃん音出んか、口を柔らかくして、ここは愛媛松山は道後温泉の中にある道後館よ。タコでもおるかい？いや、それが道後館には感じのいいスタッフさんと面白い支配人さんがおって最高じゃったよ。はぁ、どっこい、どっこい。
ありがとうございました。ありがとうございました。白井さん、ありがとうございました。皆さん、ぜひ道後館最高ですから遊びにおいでください。いやー、社長さんのおかげでありがとうございました。いやー、道後館はね、素晴らしいです。皆さん、水が絶えず流れてね、花は生き生きとして、まさに芸術の館ですよ。どうぞ皆さん、道後館へぜひ一度遊びにおいでください。ありがとうございました。リッツさん、何を買ったんですか最後に。なんとかなんとか名前が忘れたわ。忘れた、うん、はい、リッツさんがね、どうしても欲しいお土産があったんですね。はい、ありがとうございました。じゃあ帰りましょうか。はい、はい。りちゃん、気持ちいいね。え？いやー、これをね、楽しい、松山の旅になりました、ロープウェイとですね、リフトとあったんですが、まあロープウェイはですね、乗る機会がたくさんあるということで、こちらのリフトへね、乗ることにしました。とっても楽しいです。いいですね。リッツさん、帰りはロープウェイで降りてみるか。まあこっちのリフトの方が面白いかもしれんけど。ロープウェイ早いですね。いやでもね、リフトはね、部屋じゃないから、もう自然に包まれてね、ゆっくりとね、少し揺れながらね、登るのがとっても楽しいですね。
見る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  うわぁ、お城がいっぱい。うわぁ、すごっ。迫力ある。暑い。暑いね。行きましょう。リスさん、傘さしたら？私のこの傘、うん、そのハンカチよりは傘の方がかっこいいから。まだまだまだ、うん、今太鼓門。はい、太鼓門。すごい、やっと近づいてきた。吉明君、はい、重要文化財松山城、もうすぐです。はい、今から松山城中へ入っていきます。うわー、素晴らしい。番傘かっこいいやっぱり、あ、やっぱりいいな。あれ、リリちゃん借りりゃよかったね。感じがいいね、やっぱ。うん、三の門南櫓。
あ、これが鉄砲をね、ここから撃った鉄砲の、先を出す窓ですね。筋金門東米。めちゃくちゃ急な階段です。リツさん落ちないでよ。めちゃくちゃ急な階段です。松山城いきなり60度ぐらいありそうです。うわ急なねこれ。すごいやば、怖いですねこれ。リツさんこれ怖いわ、結構急だった。あっちこっち階段があるんだね、うん、敵がね攻めにくくするために。うわすごい、鎧がね、いいですね、鎧。重いでしょうね、この鎧ね。あ、ちょっとリツさん待って。重たい、ちょっと持ってみて。重たい。うわぁ。うわはい、リツさんは。おお、うわぁ、これは首でも切れそうな。うわぁ、これすごい、こんなの振り回してたんだ。めちゃくちゃ怖いです。めちゃくちゃ怖いですこれ。リツさん、あの手すり持たずに上がるの怖いです。はい。はい、わあ涼しい。涼しい。うわあこんな急なところ。こんな急なところ皆さん。いやあすごい。急。素晴らしい眺めですね。松山の街が一望できます。
愛媛美術館ですね。